日本関東地方東京都大田区昭和島昭和島は東京都大田区にある人工島であり同区の町名である現行行政地名は昭和島1丁目及び昭和島2丁目埋め立て地名は京浜台三区埋め立て地面積は0.61平方キロメートル郵便番号は143の0004大田区の東部に位置する地域北部は 平和島と地域東部は、京浜島と地域南部は、羽田空港と地域西部は、大森東、大森南と面している。東部の京浜島との間を、京浜運河が、西部の大森東、大森南の間を、勝島運河がそれぞれ流れている。地域内の多くは、工業用地で、鉄鋼所が多く密集しており、工業団地を形成している。竣工面積。 616,044平方メートル昭和島北緑道公園は、当地域北部にある公園。首都高速道路の元に広がる公園で、園内では、緑地の他に、テニス練習場があるほか、ローラースケートや、キャッチボールなどができる公園となっている。昭和島南緑道公園は、当地域南部にある、昭和島運動場に隣接する公園。 昭和島運動場の隣にある広場のほか、広場行く遊歩道などからなっている。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。とはいえ2021年現在、住民はいない。地域東部の京浜島とは、京和郷でつながっている。北部の平和島とは、南海橋でつながっている。地域西部の大森東とは、大森東避難橋でつながっている。 地域内を首都高速道路の1号羽田線と湾岸分岐線が通っており、両高速道路は当地域内の昭和島ジャンクションで分合流している。地域内に出入り口はなく、周辺の平和島出入り口や多い南、出入り口が最寄りとなる。鉄道は東京モノレール羽田空港線の昭和島駅がある。この多東海道貨物線が地下を通っているが、地域内に駅はない。 バス路線は、大森駅から京浜急行バスの路線が出ているが、朝夕の通勤時間帯を除き、日中は1時間に1本程度である。ありがとうございます。